一斉の音で鳴り響いたスタートの合図、謎った線で結んだ世界色づけてく、ここから今年、ハント3、要はこの上で大丈夫ですか。勝ち点3を待つんじゃなくて、今日選手にも伝えたんですけど、勝ち点3を、まあ、直訳すると借りに行くっていうか、奪いに行くっていうか、というところでしたね。ピアシクリックしてワイド、ピーター・ウタカ、今度はどうだ、シュート決まった。ヨルディ・バイスター自ら J2 さん100試合目を祝いました。武田、ワダール、宮吉だ。宮吉3試合連続ゴール。ピーター・ウタカフリックして武田、さらに荒木が来た。ウタカ2人だ。ウタカシュート、無人のゴール。そして武田中央で受けて、ウタカから左サイド引った荻原、エリアの入ってくる。わあ、決まった。さあ、河村、左のシュートだ。ここは分からない、キーパー風間公園のクロス、ヘッド、清水のヘッド、若原ナイスセーブ、止めた。関わって抜けてきて、もう一度後ろからシュート、川崎先制点、強攻。少し角度をつけてきた、打ってくる、強いシュート決まった。左足で上げてきた、一枚。最後に最後にネットを揺らした。三沢打ってきた、乗せ合わせて、強度がキープしているところですが、一気にバイスが落としているだけ。今の動きを見ているのがピーター・ウタカ、シュート。2点目が決まりました。強度最高のゴールですね。これは三沢に出していく、スマイダ、ヨルディ・バイスター
実に12シーズンぶりとなります J1 返り咲きを決めました。2022年、今日の都には12年ぶりに J1 が戻ってきました。武田、川崎、川崎、キーター、宇田川、至高のエースが12年ぶり J1 ゴールを叩き込みました。シュート、江坂、坂井、シュート、上福本、キーター、宇田川、この位置、ここでホイッスル。中盤のボールの前ですが、さあ竹富からピーター・ウタが抜ける、ピーター・ウタが持っていく、ピーター・ウタがシュート、こぼれてゴール、先制ゴール、3足です。それでもそれは誇れる歴史の一ページだ。何もやらないで指さす、誰かよりやって転んでる、人の方が未来で持てるみたいだからさ、そんな君の夢が好きなんだ。そして夢はそんな君を裏切らない。前に出た宮内のシュート、京都の司法が勝ち越しゴール、1対2。松田天満、この時間も元気です。折り返す、シュート、なんとなんとこの時間にさらに追加点を決めました。荻原、抜けてきた、荻原、左足で出した、シュート、ここでホイッスルです。京都サンガ FC が川崎フロンターレを破りました。山田のクロスが入る、宇田川が決めました。樋口の右足、巻いてきて中央、キーパー出る、拾って常本、ディフェンスがブロックしました。
あの日描いて大外丸上日久保とドンピシャ。これでボールを今もらった西川の完封記録更新ならず、逆に武田立てます宇高がいた、山田が来た、なんとか中入れて抜けていた、シュート押し込んだがピーター・ウタカ外した、松田天馬飛び込んできた、押し込んだ、押し込んだ、青空に描く誰の手でもなく俺たちが想像道に踏み出す、あの日別の道を行く友の背中見つめながら選んだこの光景、何が良くて何が正しい、わかんなくなって時々せけど常に胸にある絆確かめるたびに確信する、迷わない、後悔はないし後悔しない、ただ前に前に出る全身あるのみ、夢と同じくらい大切な存在、仲間がいるそれだけで alright、 あの日描いて大前もいる、クロス上げてきた、大阪も上ヘディング、大前から木村が出る、東口 PK スポットを指差しています、逆をつきました、京都サンガ FC 起死回生の同点ゴール、が出てきますからね、さあそして滑りスタート、これは高津シュートだ、竹富内に返す、松田天馬振り返ってシュートだ、ゴールキーパーのバックヘッド、高岡の反応、ただねじ込みました、川崎、山崎がいる、ウェイシュート山崎、セカンドボール、里岡、左足先制、京都サンガ FC、パウリーノ切り返した、アラキラー、いいね、投げた、ウタカ、さあ内側から抜き出した、川崎右足外れました、コントロール、左足打てない、セカンドボール、伊藤が来た、シュートぶつけ、白井が右足伸ばしました、ここで試合終了の笛です、去年から続けてきたこのライバル関係、0対0、そして京都はラスト4試合白星がありません、両サポーターが迎える中、両チームのイレブンがピッチに入場します、J1 16位京都、J2 4位熊本、来シーズン J1 最後の1チームはどちらのチームになるんでしょうか、運ぶ杉山シュート、ナイスキーパー上久保、さあ今度は松田浮かせて豊川先制、京都39分、ホームチーム J1 の京都が先手を取りました、またしてもシュートだ、ナイスキーパー、左足武田、川原の右足、ニアサイドヘディングシュート、リオハのヘッド、2試合連発シュートだ、ブロック、もう一度平川、ここでホイッスル、京都 J1 残留、12シーズンぶりの J1 リーグ
中盤戦苦しんでいましたが35試合目で残留が決定しました。今日は1点を先制して追いつかれて、最後ピンチもあったんですが守り